はい、久しぶりなんですけど、反省会の方でちょっと動画を上げようと思います。今日はですね、テーマが界隈で過剰評価されていると感じることっていうテーマで話そうと思います。ちょっともともとこれは記事を書こうと思ったんですけど、まあ動画で話した方が、まあ、話しやすいなと思ったので、ちょっと話をしていきます。具体的に言うと、今日はですね、セキュリティートークンと、なんだっけ、セキュリティートークン、WBTC、ステーブルコインの3つについて、まあ、どんなものかっていうのを軽く説明した後に自分の意見、まあ、こういう問題点があるだろうみたいな話をします。はい。で、これはですね、まあ、去年だったら ICO とかすごい騒がれたと思うんですけど、まあ、ある程度分かってる人だったら、あれが持続可能ではないものであるっていうのは結構明らかだったと思うんですね。で、まあ、ICO は今結局、少なくとも去年言われていたような形ではうまくいかなくなって、で、まあ、ちょっと別な形でセキュリティートークンとか言って言われ始めたりしているんですけど、最近ですね、まあ、去年とかだと自分も ICO の問題点を、まあ、指摘したりとか記事書いたりとかしたんですけど、まあ、最近さらにですね、なんかあんまそういういろいろ出てくるものに対して課題を指摘したりだったりとか否定的なことを言う人もまあそんなにいないし、まあ、そういうことを言う意味も本当はそんなにないんですけど、まあその流れに乗ってた方がある意味いいわけで、でもまあ、反省会はですね、あえてそういうところを言うのがまあ特徴だろうということで、ちょっとしばらくダメ出しみたいなのはする時間があまりなかったのと、あまり追い切れてないところもあったんですけど、何個か言っていこうと思います。はい。じゃあまず1個目、セキュリティトークンですね。セキュリティトークンっていうのは、まあもう今更説明はしないですけど、これを見てる人たちはほとんどどんなものかってなんとなく分かってると思うんですけど、まあ株式だったりとか、債券だったり、もしくは不動産の権利、いろんな権利だったり、いわゆる証券って呼ばれるものを、トークン化することで、まあいろんなメリットが見込まれるだろうって言われているものです。で、具体的にどういうメリットが考えられているかっていうと、まあ、トークン化することで、まあ、グローバルに流通ができたりとか、まあ、流動性が向上するんじゃないのかっていうことだったりとか、まあ、低コストとか、で、あとはコントラクト、スマートコントラクトを使うことで、特にまあイーサリアム上でセキュリティトークンをやっているプロジェクトが多いんですけど、まあ、コントラクトを自動化してですね、まあ、それが低コスト化にもつながりますし、まあまあ、変なエラーだったりとかを未然に防ぐ、まあ、自動化ですね、できるっていうようなメリットが言われています。で、正直に言うとそれぞれに関して突っ込みどころはあると思うんですよ。別にトークン化をしたところで、まあ、不思議に全て問題が解決するわけでは全然なくてですね、まあ、どういうふうにトークン化するのかとか、どういうふうに使うのか、どのプラットフォームを使うかとかで全然そこら辺は変わってくると思うんですね。で、それに関してですね、実はちょっとビットコイン研究所の方でそのメリット、デメリットと展望みたいなのをまとめる記事みたいなのを書いたんですけど、自分がそのデメリットというか課題のところで一番気になっているのがですね、いわゆるこの自動化されるっていう部分ですね。要はスマートコントラクトでセキュリティトークンを発行することで、まあ、いろんな条件を、まあ、コントラクトで縛って、それがまあ自動的にブロックチェーン上で執行されるっていう、まあ聞くとあんますごいいい感じだなと思うんですけど、気になるのがですね、そのパブリックチェーン上でどこまでそういう複雑な条件だったりとかを、事前にこう全てちゃんと決めて、間違いがない形で表現できるかってことだと思うんですね。で、例えば、まあ、株式とかの場合だと、まあ、いろんな条件がつくわけじゃないですか。まあ、自分もそういう条件、細かいところ全部わかんないですけど、まあ、いついつ執行するとか、いつ配当を配る、こういう条件があったらこうなる、こういう人しか持てないとか、こういう時はトレードできないとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう条件がびっしりあるタイプのものだと思うんですね。で、それをですね、果たしてじゃあ全部事前にスマートコントラクトで自動化できるのかっていうのが非常に、まあ、個人的には怪しいなって思うのと、まあ、仮にできたとしても、それをきっちり全部バグのない状態でやる表現しようとしたらものすごいコストがかかると思うんですね。で、そうすると低コスト化っていうところも結構揺らいだりしてですね、なんかこう想像してるようないろんな株式だったり証券が乗って複雑なものも含めて、で、そこでなんかこう自動的に全て解決してくれるみたいな、まあ、そういうのはちょっと違うんだろうなって気がしますよね。はい。そもそもですね、そのパブリックチェーン、イーサリアムみたいなものとセキュリティトークンの相性が実はそんなに良くないと思っていて、
パブリックチェーンの強みっていうのは、まあ、ビットコインとかもそうですけど、要は送金を止めさせないことだったりとか、まあ、誰でも使えるオープンなところだったりとか、まあ、そういうところだと思うんですね。逆にセキュリティトークンっていうのは、そのトークン化してしまうと勝手に他の人が流通させたり送ったりとかトレードしちゃったりしたらまずいので、いろんな条件で縛ろうとするわけじゃないですか。それをスマートコントラクトで書くっていうんですけど、そういうことを考えると、そのパーミッションレスな性質のブロックチェーン上で、そのガチガチに固めなくちゃいけない条件を固めなくちゃいけないものを、表現するっていうのは、なんかちょっと普通に考えると相性が悪そうだなっていう気がしますよね。それだったら、プライベートチェーンとか、いわゆるコンソーシアムチェーンですね、とかで、まあ、その証券専用の、より柔軟な使いやすいチェーンを使って、そこで何か問題があったら、送金を止めることができたりだったりとか、まあ、そういうものの方がむしろセキュリティトークには向いてる気がするんですね。で、まあ、そういうことをし始めると、じゃあパブリックチェーンじゃなかったらコンソーシアムチェーンやるんだったら、じゃあ今までのと何が違うんだとか、そういう話がどんどん、まあ、続いていくんですけど、まあまあ、そこら辺もだからちゃんと考えなくちゃいけないだろうなと。個人的にはだから、まあ、パブリックチェーン上で全部それを全て自立化させて複雑なものもやるのは難しいんじゃないのかなと思っていて、どちらかというとプライベートチェーンとかサイドチェーンとかで、トークンが発行されて、細かい条件に関しては、まあ、なんかオフチェーンで処理したりとか、そういう風になるんじゃないのかなっていう気もしますね。はい。で、別に自分セキュリティトークン自体はそんなに否定的ではないというか、去年の ICO とかよりは全然いい、まあ、健全な流れだなと思いますし、まあ、昔からこういう株式のトークン化とかできるよねって、結構面白そうだよねみたいなことは言ってたんですけど、まあ、やっぱりこう過剰評価される、注目をされるとやっぱりいい意見ばっかり出たりとか、お金が入ったりして、まあ、そういうふうなところはあるので、比較的シンプルな配当機能を自動化するとか、そういうところはいいと思うんですけど、なんかそのトークン化をすれば全て解決するみたいな気持ち、そういう印象すら感じるんですけど、まあ、そういうことではないなっていうのが、セキュリティトークンですね。で、WBTC。で、これはですね、これも1週間ちょっと前くらいに出たニュースだと思うんですけど、カイバーネットワークとかビットゴー、まあ、海外の比較的有名な企業とかが中心に、イーサリアム上にビットコインにペグをした、BTC の、まあ、ERC20 トークンを作るっていうものです。で、それが WBTC って言われてるんですけど、で、これですね、なんか結構、やり方がですね、いわゆるトラストレスな方法ではないってところが論点の一つになってたと思うんですけど、個人的には別にトラストレスかどうかっていうのはそんなに、WBTC に関しては重視してなくてですね、まあ、例えばビットコインを、ブロックチェーン、会話ネットワークとか含むブロックチェーン企業にこう送ると、それをテザーみたいな感じでイーサリアム上のトークンにしてくれる。で、イーサリアム上の用途が終わったら、まあ、逆にその企業群に変え直してくださいって言ったら、まあ、それで変換し直してくれるっていうのは、別に使いたい人がいれば全然いいと思うんですね。で、テザーが使われてるのと全く同じです。あれは、まあ、トラストレスじゃないですけど、別にあれはあれでユースケースだったり、メリットはあるので、別にこれ自体はそんなに問題じゃないんですよ。どちらかというと、こう、気になったのがですね、まあ、正直誰が WBTC をそんなに使いたいのかってところですね。で、ビットコインにペッグをしたトークンがイーサリアム上で使えたとして、それを使うのってどのシチュエーションなのか。で、想定されてるのは、例えば DEX だったりとか、まあ、予測市場、ノーシスだったり、オーガだったりとかで使えるっていうような主張をされていたと思うんですけど、まあ、確かにそれは使えると思うんですね。で、それは使えますし、別に存在するのはいいと思うんですけど、ただ、例えば DEX だったら、今調べたら大体のトレードって結局、イーサー建てでやられてるんですね。で、そこが BTC になったら、みんな BTC を使うのかっていうと、まあ、ちょっと、そんな簡単に移行するとは思えないのと、仮に BTC に移行していく流れがあったとしてもですね、同時にステーブルコインも結構、まあ、いわゆる過剰評価されている領域の一つだと思うんですけど、DEX もステーブルコインのトークンでやるっていう方が、なんか論理的に意味を成してる気がするんですね、個人的には。もちろん、その、バイナンスとかの、いわゆる中央集権的な取引所と、DEX 上、ブロックチェーン上で BTC が存在することで、まあ、アービトラージがしやすいとか、そういうのはあるのかもしれないですけど、
今の時点であんまりそういう動きも見られないような気もしていて、果たしてどれだけ WBTC が存在するからといってトレード量だったりとか増えるのかっていうのはちょっと懐疑的くらいですね。で、もう一つ、この仮にですね、ものすごい使われるようになったとするじゃないですか、WBTC がイサリアム上で。ということは、つまりどういうことかというと、ビットコインがかなりそのトレーダーだったりとか、ユーザーにとって基軸通貨になってるってわけじゃないですか。で、もし BTC がその広く使われてるっていうような状況だったとすると、それをわざわざトラストレスではない形で、しかも KYC とかをしなくちゃいけない、結構多分変換するのめんどくさいプロセスが入ると思うんですけど、まあそれでイサリアム上でビットコインをこう投影してトークンとして発行するっていうのではなくて、ビットコインのサイドチェーンにトークンを発行したりだったりとか、そっちでステーブルコインを作って、アトミックスワップをするようにした方が、まあ、理にかなってるんじゃないのかなっていう気もします。で、実際そのリクイッド、後でまたリクイッドの話もしますけど、リクイッドとかビットコインのサイドチェーン、これもまあトラストレスな形じゃないんですけど、いわゆる WBTC みたいな手法で、ビットコインのサイドチェーンとして機能してトークンも発行できるプラットフォームっていう風になるんですけど、まあなんかそっちで、それが、まあ匿名性の高い送金だったりとか、トークン発行とかにも対応するので、まあそっちでトークンがそんなに BTC が仮に人気になるとしたら、そっちでやる風になるんじゃないのかなと思ってしまいますね。あとはやっぱりどれだけの人が WBTC に実際変えたがるのかっていうのも、まあ使われ始めないとわからないところはありますけど、なかなか難しいんじゃないのかなと思ったりはします。で、イーサリアムの問題は別に BTC 対応のトークンがないっていうことではなくて、どちらかというとやっぱオンチェーントランスアクションの手数料の問題だったりとか、スケーラビリティの問題だろうと個人的には思っていて、まあこういう動きも別に悪くはないと思うんですけど、やっぱセカンドレイヤーの対応を急いだりとか、まあスケーラビリティの話を進めるっていう方が重要なんじゃないのかなと。なぜかというと、まあ、いや、こういうの、なんだろうな、別に全部否定したいわけじゃなくて、WBTC 別に全然あってもいいと思うんですけど、例えばゴールドを、トークン化したディジックスゴールドみたいなのをプロジェクトがね、あったと思うんですけど、まあ結構前からいる人だったら覚えてる人もいるかもしれないですけど、ディジックスを使ってるっていうのを聞いたことがやっぱないんですよ。じゃあ BTC があった時に、果たしてみんなそれを、ゴールドのトークンが全く使われてなくて BTC になったらみんな使うのかっていうと、まあアービトラージしやすいとかいろいろそういう理由はあって使われる可能性はゼロではないですけど、なんか別に根本的な問題はそこではないんだろうなっていう予感が自分はしています。はい、次、最後、最後ですね、まあ、これサクッと、ステーブルコイン、まあ、ステーブルコインはこれ結構ハンターコイナーじゃないな、安定コイナー反省会で結構話をしていたので、まあ、そちらを見てほしいんですけど、まあ、いろんな手法でコインを安定化させようという手法だったりとか、プロジェクトが増えてますけど、結構複雑なことをしてる割に、果たしてペグが守れるのか微妙だったりとか、あまり必要ではなさそうなトークンを入れてるなぁと感じるものがあったりとか、その点ではやっぱりちょっと過剰評価全体的にされてるなという気がします。で、しかも結局使われてるのはテザーなんですよね。いわゆるそのトラストレスではなくて、フィアットを銀行口座に入れておいて、それに対応する、まあ、コインの枚数をもらえるみたいな、そういうものが結局一番使われていて、まあ、やっぱそういうやり方の方が、まあ、案外効率がいいというか、その考えに立つと、銀行が発行したステーブルコインだったり、要は円に1円に対応した1コインみたいな MFG コインとか多分そうなると思うんですけど、まあ、そっちの方が効率よく発行できるし、発行者がまあ銀行であれば他のビットフェネックスとかよりは信頼できるだろうみたいな話にもなりそうですし、なんかそのなんだっけ、ダイだったりとかベーシスっていうのをちょっと話をこの前したんですけど、まあそういうものを、そういう試みは別にいいと思うんですけど、なんだかんだステーブルコインはやっぱり銀行が発行したやつとか、それこそ中央銀行が発行しちゃったら、まあある意味最強なので、なんかそういうふうにどちらかというと収束するような予感がしています。ただこれに関してはちょっとわからないとか当然あるんで、まあそれが自分の仮説ですね。で、そもそもですね、ステーブルコインって言うんですけど、で、ダイとか、まあ、ベーシスとかもトラストレスにそれをペックしようってしてるのはすごい個人的に面白いなと思うんですけど、
そもそもフィアットがトラストレスではないというか、まあ、国家の信頼であったりとか、まあ、そういうもので発行されているわけで、そこのなんか価格のペック部分だけいかにトラストレスでやっても、例えばフィアット自体の価値だったりとか、まあ、インフレの話危険性とかも言われたりすることもありますけど、まあ、そっちで何かあった時に果たして意味があるのかみたいな見方もあります。でもしどうせ信頼によってるんだったら、まあ、テザー型で銀行とか日銀とかが発行した方がいいんじゃないのっていうような見方もできますよね。まあまあ、これも全部同じです。だから別にいろんな章があって面白いしいいと思うんですけど、なんかやっぱちょっと過度に期待されてる。で、やっぱり利用だったりとか全然追いついてないなってとこはありますよね。はい。というわけでね、一応ちょっと思ったより長くなっちゃったんですけど、久しぶりの動画なので、まあ、時間があればまた話していこうと思います。ちなみに他にもですね、過剰評価されてそうだなと思っているものがあって、今日は話さないですけど、ガバナンスコイン。で、これちょっとまだ考えがまとまってないんで、もう少し考えてみますけど、これが次の過剰評価されそうなものだなという予感がしています。他にはプラズマ。まあ、プラズマも自分もそんなに全然詳しくはないんですけど、まあ、明らかに仕様がまだコロコロ変わってる状態で、期待値が高いのは分かるんですけど、時間かかるだろうなっていうところと、あとはライトニング。で、ライトニングが自分もいろいろ結構細かく見ているので分かるんですけど、これは前から言ってる通りですね、ライトニングが全てのスケーラビリティの問題を解決するわけではなくて、比較的、少額の決済だったりとか支払いに関してライトニングが非常に、強い効果を発揮すると思ってるんですけど、まあ、全てのトランスアクションがライトニング上で必ずしも行われるわけではないので、まあ、リクイッドだったりまた別のソリューションサイドチェーンか、また別のものかわからないですけど、まあ、そういうのを組み合わせて、まあ、全てやっていかないといけないだろうっていう感じですね。はい。というわけでですね、まあある意味では別に言おうと思えば何でも文句はつけられるんですけど、まあ最近そういう、結構やっぱそういうね、意見が自分は一番貴重だと思ってるんですけど、なかなかそういうのを考えるのって難しいですし、言ってもなんかまあ、なんか嫌なやつだなみたいになったりとかなんですけど、まあもともと反省会自体がそういうところがあったので、まあ趣味で今後もそういう指摘とかがあったらなんかしていきたいなと。まあ、他にも正直言ってないけど、まあいろいろありますよ。これやってどうするんだろうって個人的に思ったりとか。はい。まあね。じゃあ自分が仮に過剰評価されてると思うって言ったものが結局大成功する可能性も当然ありますけど、まあ批判みたいなものも、バランスよくもう少しいろいろ意見が出ると個人的にはいいなと思うんですけど、なんかもうやっぱり、あれですね。界隈全体として、全部いいじゃんみたいな感じは結構感じますね。はい。というわけで、今日はここまでで、また次回。なんか、もしかしたらですね、ビットコインキャッシュのハードフォークの前にですね、ちょっと、特別インタビューというか放送しようみたいな話が出てるので、もしかしたらそちらも放送するかもしれません。放送するとしてはぜひ見てください。ではでは。